ハイタッチしたら腕が取れるっていう。ちょっと僕らおもろい。誰かを下げるのやめ。笑ってます。すごい。こんな前やね。ハイタッチで投げなくていいよ。YouTube 企画会議です。まずね、はい、背番号19番岩尾です。26番荻原です。21番大久保です。食事中吉尾です。来てないです。来てないです。後から来るかな。はい、ここに入れといて写真なんでもいいから、まあ、というわけでね、はい、いよいよ2023シーズンですね。そうですね、開幕したということで YouTube チャンネルも2023シーズン、はい、開幕して盛り上げちゃおうと、はい、ほんで何で盛り上げちゃおうかみたいなことです。今日は、はい、よろしくお願いします。お願いします。早速ですね、さあ YouTube どうですか皆さん。見ますよね、もうこの時代。毎日見てますよ。見ますね。いいね、いいね。なんかこう面白い企画、すごいね、まあ、棒読みになっちゃうけど面白い企画。企画考えると難しくないですか。でもなんか俺再生回数とかちょっと見るんですよ、レッツの。でも意外とイングランド式シュートとか、うん、キックターゲットみたいなのは、うん、まあ、割と視聴率高いです。あ、そう。でも逆に言うと僕と松崎海君のドリブル理論みたいな、うん、あっ、まあ、まあ、俺の相方が悪かったですけど 1.3 万回とかで多分ビリビリワースト、ワースト叩いた。リアルワースト叩いてる。ワースト辛いね。多分楽しい系のが見るかもしれない。なんかこう語るのって多分語りもでも結構人によるかもしれない。いや、海君が悪かったみたいな。あ、そういうことね。YouTube ともとその松崎のやってドリブル論の語りの方とかも少ないですもん。飛ばしながら見る人は俺とかは結構飛ばすから。確かに映像でね、こう時間取んないでこうサクッとこうシュートとかだったらシュートを飛ばしてポン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 、ね、見たい選手のシュートも見れるし、うん、それも踏まえて今日10個ぐらい考えようみたいな走りになってます。ねえ、ハードル高いんだよ。まず1個、まず1個、まず1個、まず1個考えよう。ちょっとだからそう、俺は思うのは力入れて、ちょっとやっぱこうサッカーだ、ね、そう、あ、ここから飛び出して岩尾健とさし飯みたいな。お、面白そう。誰が刺すんだ。え、カメラと刺すってこと。刺し飯でも何でも俺さ、刺し飯、あ、一人飲み、一人なんか、あ、じゃあ、分かります。はしご酒にしよう。あ、はしご酒行く先3軒いろんな選手が待ってるみたいな。岩尾とかですか。結構おもろいと思いますよ。いや、めっちゃやりたいです。やりたいです。3軒目ぐらい交流で、3軒目に待ってる人ね。待ってる人、うん、じゃあ俺最後カラオケで待ったの。締めじゃんそれ。もう本音でもなんでもないよ、カラオケ行っちゃったら。こういうことを、はい、いいっすね。サッカーと払うって結構、じゃあもう割とプライベートに密着するパターン、ね、これ1位っすよ、あんまりリアルに。みんなトップ出しちゃった。まあそれこそ例えばまあゴルフを行くんだったらゴルフで回す、うん、まあ、でパーセル勝負、それシンプルゴルフ、ゴルフ、ゴルフ対決みたいな。これ大変。あわよくはレディースの選手とか、ね、ああそうです、ね、ああ男女混合とかになっても、あともう一個分かったかもしれない。あとサポーターが見たいと思うやつとかのいいことさ、ね、いいよ。例えば朝練習前の室内で何してるかとか密着に近いのかな。ちょっといい、かっこいい。いいね、いいね。レディースそこは、はい、レディースと密着系の、密着系だって見せていいのか分かんないけど、試合前とかの再三の室内のみんなどういうアップしてるとか、まあ、今日選手密着、まあ、選手密着、チーム密着の1、2試合とかこんな感じなんだみたいな、意外と見るかもしれない。あ、いいじゃない。これいいよ、いいよ。あとはもうプライベート系か。去年のやつと、違う、他の YouTuber さんが出られた企画のデイとか。シュートめちゃめちゃ伸びてる。え、シュートマジ伸びてるんだよね。そうです、シュート多いです。吉尾くんのおかき全然ない 2.7 万回って少なめやん。いや、これ多分でもいい方、いい方っすか。確かにここに出てないってことは相当低いよ、僕と松君。確かにここに乗ってないから、ね、乗ってないじゃん、乗ってないから。ちょっと一瞬携帯で見ていいですか。一瞬携帯で見ていいですか。一回見てみて、一回見てみて。一回ちょっとちょうだい数字。確かに、普通に欲しい、欲しい。何打ち込みますよ。 2.7 が今加減です。伸びんじゃないですか、この通りいったら。見てほしいってちょっと思うけど、今今って全然悪くない。でも悪くない。あ、でもそうっすね。てつくんの方言教えたらもう 2.1 万回だから、まあ、そんなに方言の方が重要あるっぽい。じゃ今低いの言ってきますね。 1.3 万回やばい。あつきとてつくんのキックターゲット対決。でもさ、誰かを下げるのやめよう。笑ってばい。わざわざないよ。これ前の上を見よう。俺1万回言ってなかった。上を見ようよ。キラキラ笑ってるやん、それ。あ、でもキックターゲットはでもそんなあれかな、これ踊ってるから 5.1 万回だけど、踊りしか見てないですね。この半分以下ですもん、キックターゲット自体は。種目自体は、種目自体はこれはもう
猛烈な吉尾ファンが、そうですね、1人20回ぐらいの再生してるみたいな、はい、そういうこともありますよね、再生回数って、実際に。ケン君さ、去年あんま出てなくないですか？出てない、なんか YouTube 戦力外だったし、シュートは意外とシーズン入ったらちょっと難しいかもしれない。だから制限かかっちゃうから、だから外に出ないと。浦和の街で本音と始めた。確かに。浦和の街行ってみたシリーズ。人狼とかもおもろそうですけど、人狼、人狼面白いね。まあまあおもろいよ。でもこれなんかいろんなゲームやるシリーズ面白いかも。あるじゃん、なんかいろいろ。確かに。最近のゲーム、そのボードゲームしかり、ちゃんとおもちゃっぽくなってるゲーム。4人とかでできるやつ。ああいうの盛り上がるよ。はしご酒しながらそれ。ああ。すごい。飲みゲーなんない。大丈夫ですか。まあ、ゲーム系。キャンプとかいいよ、ね、趣味系いいね。趣味系もいいっすね。独身組が頑張って、まあ、自宅公開とかできる範囲で。まあまあ、ルームツアー。ほくろ増えてくドッキリとかなんか普通に面白そうじゃないですか。え、ハイタッチしたら腕が取れるドッキリ。ちょっとほくろおもろい。ほくろおもろい。バーベキューとかサウナ。サウナ部みたいな。サウナ部いいよ。サウナ部いいっすね。シンプル、あとあれいいじゃないですか、ブライアンとシャルクのもうロッカーであの大騒ぎして喋ってるのをただ回すみたいな。ほんとずっと喋ってるマジで。決まって大変ですよ。めちゃくちゃ笑顔ですよ。ゲーム実況してみたいよ。ゲーム実況いいっすね。だって大喜利やるじゃんゲーム、そこに素人を混ぜて。いやめっちゃいいっすよ。大喜利みたいな、大喜利どうすれば追われてるわっつって。いやおもろいと思う。おもろいよね絶対。俺はゲームあんまやんないから。モバイルとかだったらやりやすいっすよ。ゲームだったらそうか、モバイル、モバイル系結構いい感じじゃないですか。何個今99個出てる。あとドッキリ系は、ドッキリ系確かにいいけど、おのおの撮っとくみたいな動画をじゃないと無理ですよね。そうね、やっぱセットされて、セットされちゃうと警戒されちゃうからね。うわ、踊ってみたら実際再生回数めっちゃありますからね。これドッキリ企画は YouTube でやりますっていうより、ちっちゃいの仕掛けて自分で撮っといて、ショートで、ああ流すみたいな。確かに短くてめっちゃいい。まあ、15秒20秒だから1ドッキリとかぐらいじゃないですか。単純にわっみたいなんでいいじゃん。なんかいろんなスポーツもいいよね。あ、それこそバドミントン最近やってるから。バドミントンいいんじゃないですか。卓球とかサッカー以外のスポーツで対決。確かに。パスポーツ、うん、いいよ。みんな思ったより、いやケン君試す。負けてんじゃないこれ。大丈夫。いや MC がいいんじゃないですか。でしょうね。パート良かったもんだって。それあれ池じゃん。パスポーツってなんだっけ。人弁で人弁。池って書いたから池関連なんか出そうよ。釣り部ないの。釣り部バス釣り。久さんと久さんとバス釣りんすよ。一回も出ない可能性ありますよ。いいじゃんやりたい。釣りってどうやって書けるんですか。金に、なんか金になんでこんな感じ、こんな感じ、釣り針みたいなやつ。そう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 、こんな感じ、こんな感じ。そういうこと。いいヒントだった。今のおもろかった。金っぽい感じですかね。どうすか、結構いいんじゃないですか。悪いないんじゃないですか。いやー、何個出ました。どうですか。12。ちょっとこの中でやってみたいの、お二人どうすか。俺やってみたいのは、まあ、はしご酒はまあマストだよね。正直マスト。3軒目からマストで。なんで3軒目。俺2からいきます。2からいきます。温まったところぐらい。いやいや、ここの2人が来たらもう面白くないじゃん。この企画でこのメンバーで。確かに俺誰がいるか知らない方がいいんだもん。確かに、そっか。俺も入ってんだ。なるほどみたいな。あ、確かに。そういうの欲しいじゃん。シャルクみたいなね。そうそう。英語からねみたいな。まあ、行ってみたとかはいいっすよね。行ってみたいいよね。我々行ってみたわ。浦和の街どんどんさ、そうね。浦和の街になんか他のスポーツできる施設とかないんすか。アイパーとか、桜区のレッドランドのあたりにある。ああ、ありますね。あそこ卓球台ありますよ。いいじゃん。バドミントンしたいの、マジで。バドミントンガチでやりたいっすね。これはだいぶ幅が広がります。ボウリングとか強い方とか。やっぱいるんじゃないですか、ね、でもやればボーリングマジハム筋肉痛になるんで。確かにそのハムスリングコンディションがあれ困りますもん。やりましょう。すごい。ここだね。そんなガチで投げなくていいよ。13ウォンスとかでやるとマジで13ポンドでしょ。ポンドだ。ウォンスグローブ。いや、ボケゾンで終わってる。しかも天然なボケ。真剣に言ってたもんね。真剣に言ってた。あの球を思い浮かべながら、オンスって言ってた。というわけで、いろいろな企画出しましたね。はい。視聴者の皆様からも、こういう企画見たい、やってほしい、そういうのあれば募集しております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、浦和レッズを今シーズンも盛り上げていきたいと思いますので、はい、応援のほどよろしくお願いします。
最後まで視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。なんかあれいいね、チャンネル登録みたいな。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ぽいぽいぽい、いいね、ぽい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 。それより気になってないですか？何が？最後まで聞いてなかった。そうだね、最後の最後まで全然聞いてない。一番丸投げしたね、企画。丸投げしてるし、この会議企画も。いや、本当っすよ。あ、急ぐ素振りなかったっすよ、リアルに。まあ、僕もちょっと予定あるんで。ありがとうございました。ありがとうございました。